あ、なにこれ、し、え精子の免疫が、ちょ、なんかやばいのがいる、あ、学校始まって以来の最女、学校始まって以来の最女の姿か、漬物医師にしようとしてる。アニメラフターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは男女飯第15話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました男女飯ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第15話ということで後半戦入っているわけなんですけれども、まあファリン創作に向けていろいろ動いていたりだとか、まあ前回はねカブルーの話で、まあなんかライオスたちは人間に興味がないんじゃないか、化けの皮が剥がれるのが楽しみだぜみたいな、まあ割となんか小話的なものでしたよね、数時間前の話なので。まあこっからまたライオスたちが帰っていくにつれてどういう風に動いていくのか、シロウもね創作にかかってきてるので合流する可能性がワンチャンあるのかなっていうところなので、まあちょっと今回どうなっていくのか楽しみにやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート、いきましょう。でっで、あ、この映画を好き。あ、さあ、まあ、前回のカブルーの話が何かしらの伏線というか、この先になんか引っかかってくるのかだよな。本筋と関係があるのかどうなのかっていうところだったから、前回のが。戦士。この作品の一番のヒロイン。戦士が一番ヒロインじゃないか。っていうか、ドライアドってあったけど、ドライアド食べる？ドライアドって人間じゃないの？アジンじゃないの？いい笑顔。願ってるよ。よ。出るも。いいね、この。っていうか、シュロー一個も気になるんだよな。いいよな。なんかこの4人すごい笑顔になる、見てると。精神の笑顔好きすぎる。なんかもうこの4人家族じゃない？なんやかんや。なんでこんなこの4人って癒されるんだろう。あー、で、そう行き止まりになっちゃったんだね。動いて。入れ替わってる。あー。迷い込ませてるというか、無茶、登る？すごいな。小型だ、一本だけで。すごい、まんじ。っていうかもう完全にここで閉じ込めて。もうマルシルがやばい。なるほど。お？何？やばい。何？ああ、食当たりかと思った。ああ。やばい、精子の保管力が。花。あ、確かに。いいな、なんかやっぱり家族だな。精子がお母さんでチルチャックお父さん。さあ、ドライアド。これがドライアドでしょ。金髪で素敵。何これ、何これ、知らずか。あ、何これ、えチャーム、何見られた。何わ、何
なになになに、鼻体液、はあ、はあ、あ、花粉、あはは、精子の免疫が、はあ、あ、花粉症、やばいやばい、もうこの漏れを見てると、やばい、でも殺せなくない？こうなると、いや、こんだけすごいとやばそうだな。僕もヒノキの花粉やばいからな。あ、ケイスケ、にぃ、わっ、いやー、花粉がー、やばい、僕もちょっと鼻出てきそう、やばい、いやいやいや、でももうこんだけ溢れたらなるよな。優しい戦士、はぁ、あ、耳、鼻が、はぁ、鼻水が、やばい、戦士のくしゃみ、肌、風か、すごいな、その肌感覚、鼻か、そういうことか、鼻のせい、佐々木、あ、あ、動き、まあ安全には見えないな。すごいな、なんか鼻詰まりの声になってる。お？食べそう。まあ鼻だもんな。アジンというより、え？何それ？あ、もうだ、すごい顔をしている。喉のとこに身が、あー、へえ、大丈夫かな、そんな収穫しちゃって。まあこの子たちも、マンドレイク、あの時の、あのやばい顔になってた時の、ちょっと顔ついてんの嫌なんだけど、あー、かぼちゃっぽいけど、うん、水、わお、キャベツっぽいな、いい香り、わお、ドラ、わあ、美味しそう、ドライヤードのつぼみそて、すごい。ポタージュ、なんで器にするの？
絶対こっち見てるんだけど。かぼちゃポタージュみたいな。あーすごい。顔が、絵面が良くない。脳みそすすってるみたい。そうね。なるほどね。顔が。そうね。いい笑顔。まあよかったよかった。おう、確かに。まあ理論はマルシルしっかりしてそうだからな。もう覚悟がしっかり固まってるわけだもんね。戦士割とどれだっけ。何？つまり？すごい声。やばいやばい。今日、すごいな。でも結構チルチャクって、あら、耳。傷が。照れちゃう私。傷を治す。何？あ？治癒は進んでる？すごい。ならよかったかな。そうなんだ。まあ、そう、優秀な子なんだもんね。学校でもね。いや、そう。戦士。直さないとね、杖。触り方。戦士が照れてるの可愛いな。そうなんだ。そういうところ。
わお。なちょ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 なんか、ああなんかあったな、なんブラックホールからエネルギー抽出するみたいな、なるほど。そういうことでつなげたわけだ。え？また組み替わってる？あら、ああ魔力使いすぎた？ああ。置いてくんだ、置いてくんだ、やばいやばいやばい、やばい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 、え、みんな魔法使いってこういう経験するの？組み替わってる。なんか浮いてない？なんか浮いてるよ。なんか浮いてない？え？あら、尻餅。後ろちょい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 、なんかやばいのがいる、やばいのがいる。あ、だか、これがコカトリスです。あ、なんだっけ、石化するやつ？お、ご、やばい。で、ちょっと待って、ライオス出して、これやばい。すごい、すごい。やばい、やばい。温度で、ピット期間だ。見えてない、どうだったっけ、威嚇、頑張れ。あ、そうね、頑張れマルシル、そう、なんかやってたな。うん、そうだ、やってた。白心、そうね、行こうマルシル。あー、かわいい。あー、あ、よし、終わったわ。あー、よかったよかった、もう想像だった。頑張れ！あ？マルシル！学校始まっていらんじゃないよ！行こう！学校始まっていらんじゃないよ！行け！うわ！浅い！やばいやばいやばい！
もう一回行こう。もう一回。やべ！噛まれた！バカ！やばくない？赤毒って言ってたけど。うん。下履きを脱ぐ。うん。あ？うん。うん。何？え？そういう持ち運び、あ。すごいいい。これが学校以来か。学校始まって以来の最初の姿か。あーなるほどね。持ち運びやすいようにすべきだったのか。かわいそう。うん、どうしよう。時間？新刊とか？はいはい。あ、そうなんだ。ああ。ああ。うん。ギャンブルすぎるな。でも待つのもな。そうね。すごい。無理だ。ああ。ああ。すごい。うん。かませる。重心？うん。うん。え？漬物石にしようとしてる。うん。どうする？漬物石になりました。勘違いするって。うん。頑張った。やばいやばい、魔力よ。あった？泡吹いてる。いや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 。そう、一人、うん。あ、あ、溶けた。よかったよかった。あ、しっかりほぐしてあげる。あ、成功。完全に漬物石にされてました。あら。あはわーい。うん。うん。すごい、ザワークラウト。うん。そうね。でもみんな、ああ、それもありそう。うん。わ。ああ、ごめんじゃなくて。まずは？ありがとう。まあ、ありがとうという風な意味で捉えましょう。漬物。うん。そうね。人が石化した時は、漬物石にしようとは考えないやであげてほしい。
もう、ちょっと、トンチキすぎておもろいな、今回。今回めちゃめちゃ良かった、でも。ところどころなんか人間関係的なものもあったけど、あー、シロウ周り気になるなぁ。エルフ。いいね。学校始まって以来の最初が漬物石になったところはすごいやっぱり見どころですね。さあ、ファリンがどうなってるかだなぁ。でもなんか、この狂乱の魔術師とも、なんか食卓を囲めるといいね。そういうエンディングに持っていくと思うんだけどね、この作品なら。いや、いいな。めっちゃ面白かった。石の鳴り方よ。やばい、面白すぎる。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いいですね。マルシルが好きな身としては、うん、やっぱりマルシルの面白い姿がいっぱい見れて本当に幸せだなっていうところであります。うん、学校始まって以来の最初、それが石化した姿、とても貴重な姿をいただきました。はい。すごいね。でもまあ、だからこそやっぱりでもライオスに魔法の手ほどきができたっていうところでもあるわけだよね。ああ、とてもとてもいいなっていう感じがあって、めちゃめちゃ今回なんかお茶目で面白かったよね。なんか戦士がなんか子供たち若い者にはいっぱい飯をみたいなところとか、おかん力を発揮していたりだとか、ああ、いいですね。あの4人は家族ですよね。でもなんか本当にあの4人が笑顔でいるだけで本当にね、見てる側も幸せになるんだよね。うん、完全に家族じゃん。うん、やっぱり、なんかいいよな、本当に。チルチャックがお父さんで、戦士がお母さんで、ね、あの2人が兄弟みたいな感じになっているっぽい。ねえ、そんな感じしない？戦士は完全におかんなわけじゃん。うん。おとんというよりおかんだよね。でも戦士も可愛くてよかったし、うん。でもなんか魔法を覚えていく。まあ、確かにライオスが魔法使えたらだいぶ楽にはなるよね。うん。やっぱり回復とかも含めて、やっぱりマルシルのこの魔法的な負担が非常に大きかったから、そこら辺をね、ライオスだけで完結できるようになれば、マルシルはだいぶ動きやすくなると思うからね。やっぱりファリンの分まで働いているっていうところだから、やっぱりファリンが一番、多分あのパーティーの中ではファリンが一番かけがえのない部分でもあり、重要な部分でもあったわけじゃん。だってヒーラーなわけでしょ。うん、そう考えたらやっぱりそこら辺の負担をいかに周りに分散するかっていうところが割と大事になってくると思うんだよね。やっぱりマルシルだけだとああやって魔力切れを起こして大変なことになってしまうしね、えやっぱり魔力切れを起こしてすごい大変だってなってしまったら、やっぱりああやって手が足りないとやっぱり漬物石になってしまうっていう現実に直面してしまうので、いいよな。マルシルがなんやかんやヒロイン枠みたいなところではあると思うのに、全くもって、なんか、この作品の中ではさ、やっぱりマルシル可愛いって見ていくのがさ、やっぱり、なんて言ったらいいの？かっこいい枠、可愛い枠、なんか、癒し枠みたいなのがあると思うんだけど、やっぱり可愛い枠はどっちかっていうとマルシルなのに、なんか、いのいちにギャグ突っ走ってるよね。ギャグ用意。もうなんか、あの中でギャグ用意になると言ったら、やっぱりライオスか戦士あたりなのに、もういのいちにもうマルシルがギャグ用意としての適性が高すぎる。これは学校始まって以来の最初だ。うん。まあ、多分コメディ学校でも始まって以来の最初になるんじゃないかなというふうに思っております。うん、素晴らしいなというところでありますよね。うん、いいですね。コカトリスのあれ、マルシルなりに爆破を起こして威嚇をしていくっていうところとかも、うん、いいな。なんか可愛いなって思うな。なんか可愛らしいよな。なんかなんだろう、愛おしい、愛おしいだな。可愛いというより愛おしいよね、みんな。あそこのなんかあの3人パーティーというか、3人パーティーじゃねえわ、あのパーティーの全員すごい愛おしいよね。でもやっぱりこう見てると、でもいいパーティーではあるんだろうな。なんかチルチャックの話を聞くとね、惚れた腫れたで空中分解するパーティーも結構いるんだぜみたいな。やっぱりだからね、治癒術師は体とかを触るからそれで好きになっちゃったりとかして、でなんか分解しちゃうパーティーとかもいっぱいいるんだろうけど、でも多分ライオスたちのパーティーってそんなことはないんだよね。まあある方ビジネスと割り切ってるからこそ、やっぱりファリンが いなくなっちゃったってなってもついてこなかっただけで、やっぱり一応多分優秀なパーティーではあったんだろうなとも思うよね。改めてだって、ナマリとか相当すごいし、シロウだって多分かなりできるよね。戦えるよね。
そんな戦闘員2人をかけた状態でもここまで潜ってこれてるわけだからね、団員として戦士がいるわけではあるんだけど、やっぱりあのパーティー相当優秀だったんだろうなって。ヒーラーなしだもんね、しかもね、ヒーラー、まあマルシルがいるけどね、専属のヒーラー的なものもなしでここまで戦えてるって相当すごいよね。まあいろいろと多分エルフ魔術、ノーム魔術っていうのがあるんだけど、多分ノーム魔術っていうのはターンさんとかが使ってたやつだから、なんかノーム魔術の方がね、回復とかそっちに長けてたりするんだろうね。なんか人に関するとか生命とかそういうものに関するやっぱり魔術で、エルフ魔術っていうのがどっちかっていうとおっかない寄りな魔術なんだろうね。いやでもいろいろと気になるね。無限からエネルギーを取り出す、なんかいろいろとあるよね。なんかそれはなんか現代でも当てはまってるというか、そういうのをやろうとしてる人がいるっていうのは聞いたことがあるけど、まあそれに近いことをやろうとしてて、まあ異次元とつなげて、この狂乱の魔術師はエネルギーを抽出して、まあ、魔物を召喚したりしているっていうことらしいから、いろいろとやっぱり体系的な部分で見てもやっぱりここはやっぱりいろいろとやっぱり世界観も気になるところではあるわけで、だからこそやっぱり情報が多すぎてやっぱりところてんのように抜けてしまうかもしれないんですけど、そこら辺は許してほしいんだけど、やっぱり見ててすごい情報量が多くて、なんか咀嚼してて楽しいアニメだよね。はい、というわけで、まあドライアドを食べたりだとか、いろいろとなんか食べ物もすごかった。まあでもとりあえずね、身内が石化してしまったら積極的に漬物石にしていこうと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わると思います。以上、団長飯第15話でした。バイバイ。